はい、今から多分廃村であろう西黒沢集落に向かいたいと思います。廃村かどうかっていうのはまだわからない。話で聞くところによると、ここ 2,3 年でなんか5人ぐらい亡くなられて廃村になったんじゃないかっていう話を聞いたので、向かってるんですけど、実際のところはわからない。今西黒沢集落に来ております。最近廃村になったっていうのを聞きまして、今来てるんですけど、実際廃村かどうかっていうのはまだわからないんですけど、ちょっと見てみます。まあ、もう一軒ここにあるんですけど、まあ廃屋は一軒と、でこの下もゴツゴツあるんですよ。まあこの辺と、で今ここに車止めたんですけど、この辺と、ここにありまして、ちょっとこうね、逆光なので。裏かどうかわかんないですけど、向こうにもあるのと、で、あそこに綺麗な家が一軒あるんですよね。いくつかは綺麗な家があるんですけど、別荘として多分利用されてるのかなとは思うんですけど、ここに一軒綺麗な家なんです。今別荘として利用されてるんじゃないかなっていうのと、ここに罠がありまして、これが小屋的な。で、一応この西黒沢集落って松本にあるけど、ちょっと見えるかな、自分から見て見えない。この先に一軒ほど廃屋がここにありまして、ちょっと逆光で見えないかな。で、この西黒沢集落って学校があったみたいで、1970年に廃校になって2010年に解体されたそうです。ちょっと
住んでそうな感じがあるんですけど、まあ、こんな場所で草は刈られてるのに多分掘られてるとは思うんですけど、でここにもあの2軒ほどもう草に飲み込まれてお化け屋敷みたいになってますけど、ここに2軒ありまして、うん、びっくりした。あの12時の鐘です。鐘っていうか音が鳴る。まあね、ちょっともう少し下ったところにまたあの綺麗な家があります。今こういう場所に、あそこ西黒沢の集会所があります。ここの辺もあの家が何軒か建ってますけど、今割とまだ綺麗に、ちょっと低い。これ本郷村西黒沢集会所って書いてある。この辺もあそこに西黒沢自治会長って書いてある。で、この畑あたり、ちょっと上かな、この周辺に学校があったらしいんですけど、なんか跡形もなく解体されてるのでちょっと場所わからないんですけど、で今向こうに何軒かまた家が、建物がありまして、あそこですね。はい、下まで下ってきました。今こんな場所見えますけど、なんか廃村かどうかって言われると微妙ですね。全然廃村じゃない気がするんですけど、微妙に生活感がもしかしたらあるんじゃないかなという感じ。まあ、この先にもあのさっき建物があったので後から行くんですけど、まあ、でも草は刈られてます。畑もあります。ここ裏と、この辺になんか神社があるらしいんですけど、あれですね。ただあの神社どうやって行くかっていうことなんですけど、こっち側ですね。さっきの分かれ道まで、こっち進んでいきます。多分、ここ倒壊してますけど、瓦があるので。
建物がというか家があった跡が、この辺はもう廃屋化してます。これですね、何神社だ、大本神社、おっと蜂、あそこに向こうになんか2軒ぐらい3軒ぐらい建物あるんですけど、多分大本神社の蛇が壊れてないです。向こう側にもう 2,3 軒ぐらいあるんですけど、多分向こうに行くの無理になったので神社にお参りしてから終わりたいと思います。大本神社ですね。ちょっと最後にじゃあお参りして終わりたいと思います。こっちつながってましたね。おお、びっくりした、ヘビか、ヘビでした。ただ、こっちからでしたね。こっちから行けたみたいですね。ちょっとさっきの3軒が気になって、向こう側にあった見てみたい気がするんです。これ社務所かなんかだと思うんです。